ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前らいつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか買い物に行ったりご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから安心してね。おやさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は、はるかを立派に育て上げるつもりです。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若いもんは向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は近江連合の郷田会長と杯を交わそうと思っております。杯。近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東城会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東城会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東城会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と郷田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし。寺田、東城会の五代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東城会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東城会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてえんとちゃいますか。はるかと逃げてくれ。しかしその体に東城会の未来がかかってんだ。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。Yeah!
大丈夫か？かすり傷ですわ。死ね！これを持って近江連合の小田会長のもとへ。お前、わしと桐生さんとでは器が違う。登場会の明日を思えばこれで永遠です。これを頼みました。寺田、残念ですが、病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。私しばらくひまわりに行ってる。大切なお仕事があるんでしょ。お仕事が終わったら迎えに来てね。私、東条会五代目寺田幸雄は、近江連合五代目合田会長と兄弟の契りを交わし、これをもって長きにわたる抗争の終結を強く望むものであります。まさかこの書状を関西に持っていくつもりですか？代行、落ち着け。親の玉取った相手のところに出かけて行って杯交わしてくださいなんて、笑い話にもなりませんでしょうが。じゃあお前は五代目の敵を討つというのか？やられたらやり返す、それが極道です。兄弟、あんたが勝手に動いてとばっちり食うのはごめんだ。ケツまくるってのか？戦争すんのにも金が必要なんだよ。金金金って、おめえには極道のメンツがねえのか？お黙り。関西へ行くつもりだね。五代目との約束です。姉さん、この一件自分に任せてもらえませんか？桐生、あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。はい。向こうが話を飲むとは思えんが。それも承知の上です。ですがこれは寺田の遺言なんです。下手したら殺されるよ。覚悟はできています。まさか合田会長と差し違えるつもりじゃないだろうね。相手の出方次第では。あんた、まだ11年前の堂島殺しのことにこだわってるのかい？あれは錦山がやったことだろう。あんたの責任じゃない。錦とはガキの頃から一緒でした。血のつながった兄弟よりも絆は強い。
錦の残した狩りは自分のものです。止めても無駄だね。すみません。わかった。この件はあんたに預けよう。いや、しかし、あれさん、本当ですか？でもそれじゃ近江が考え直すことはできないんですか？桐生は東城会のために命かけるって言ってんだ。文句ある奴は今前に出な。杯の話が決裂したら後戻りはできない。東と西の全面戦争だよ。お前もこれでいいね？はい。ですが一つだけ頼みがあります。行ってごらん。関西に行く前にどうしても会いたい人間がいます。誰だ？堂島大吾です。堂島組長とあなたの息子さんです。どうしてだ？寺田が死に東条会は柱を失った。今の東条会を立て直せるのは奴を置いて他にはいません。あいつは暴力や権力に絶対に屈しない男です。今の東条会にはそうした男が必要です。遺言代わりってことかい？そう取ってもらって構いません。あんたですから、関西に行く前にどうしても大吾に会っておきたいんです。よした方がいい。なぜですか？大吾はもう昔のあの子じゃない。何があったんですか？大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね？はい、5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。それでバカやらかしてね。バカ？関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。服役して今は出所して神室町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。ま、会ってみればわかるさ。
いらっしゃいませ。マジでやる気？